ハローエブリバディ、 Thank you for your support. Won the second in the Mixcloud Global Chart World Best 3 Divisions. This is DJ Aki Elegant Funk Down Peak Volume 5.Win the second in the Mixcloud Global Chart World Best 3 Divisions。 美穂さん、美穂さん、あ、中川さん、ゆきこさん、こんばんは。 Mixcloud の応援本当にありがとうございました。あ、三浦さん、こんばんは。 Mixcloud の応援本当にありがとうございました。皆さん CD の方届きましたでしょうか。無事にどうもね、数人の方から、CD の方の音飛びがあったということがありましたので、皆さんね、もし音飛びがありましたら遠慮なくおっしゃってくださいね。CD の方はこれ自家製なんでね、絶対にね、使ってる間に摩耗していきますんで、ですんで古い、以前お渡しした CD の方も音飛びがしだしましたらぜひおっしゃってください。で、今日はですね、実はライブ放送ね、なぜしようかなって思いついたのがね、実はね、ミックスクラウドの内情についてね、ちょっと皆さんにね、お話ししていこうかなと思いまして。あ、イキさんもどうもこんばんは。皆さんありがとうございます。本当に今日はね、ミックスクラウドの、私のね、過去の作品も含めてね、ちょっといろんなお話したいなと思って、もしよかったら、今日はね、20分ほどお話したいなと思ってますんで、お付き合いくださいね。で、まずね、これがね、今現在の、流れているこれ最新作ですね、ボリューム5の方で、今からお見せするのはね、私の作成者しか見れないデータなんですよ。でね、今回はいいねの方が、53人の方に、いいねをいただいています。ここですね。あ、これリスナーの方です。実はね、昨日700って言ってたんですけどね、これ見えますかね、小さい字ですけど、もうね、今日でね、818になってるんです。実はね、これね、すごい数字なんですよ、本当に。ミックスクラウドのこの再生回数っていうのは、ログインをしてから最初から最後まで聞いて初めて1回つくんですね。でね、例えばね、そうなんです、もうね、昨日からだけでも120回増えてるんですよ。びっくりというかね、本当に。でね、そのもしログインをしなければこれどうなるのかというとね、実はね、ちょっとね、下にお見せします。ここにね、1105回って書いてますね、トータルプレイ。これはね、どういうことかというと、ログインしていない方の合計数字なんです。だから300票は死に数字なんですよ。ですので、もしかしましたら自分はログインしてるんじゃないかなと思いながらいいねを押してくれてる方も結構たくさんいらっしゃるんですね。で、その方たちはね、残念ながらね、この、1105回の方に入ってて、このね、チャートの方はこの818回、こっちの方でね、計算するんです。ですので、今回は300票ほどが死に票になったという。そうなんですね、もったいないですね、本当に。これは何かというとね、私のそのチャートじゃないんですよ。もうね、どういうんでしょう、このね、結果っていうのはね、僕はね、皆さんと戦ってると思うんですよ。たくさんのサポーターの方がね、なんとかその僕のね、ミックスをチャート順位に上げたいっていう気持ちひしひし伝わっています。でもうね、作った後はもう私の手を離れていますんで、戦ってらっしゃるのは実はね、サポーターの皆さんなんですね。だからもう皆さんで一緒になってね、作っていった数字がね、実は今回のこの3部門世界3位という。でね、このね、数字ミニッツリッスンって見えますかね。これね、今回ね、今現在 13,699、 これがね、実はね、ちょっとでもいいから聞いてくれた人の数なんですよ。今回まあ約1万4000人ぐらいがもすでにね、この私のミックス聞いてくれてるんですね。で、YouTube ってあります、わかりますよね。YouTube 私もね、チャンネル持ってまして、実は私のね、 YouTube チャンネル、1500人のサポーターがいて、実はね、100万回再生を持ってるんですよ、番組で。すごいと思いません？0.1 円のね、給料というか、バック入ってきますんで、それだけでも10万円のバック入ってきたんですけど、合計でね、 YouTube の方は僕200万再生、300万再生だ、そのぐらい持ってるんです。
で、ただね、YouTube の再生回数っていうのは、あれね、1分ほど聞くと1回なんです。あの1分ほどなんですよ。全部聞くと1回じゃないんで、あのかなり甘めなんですね。で、私のだから100万回再生って言っても、あの瞬間見ただけの人も1回なんです。で、これあのお分かりになりますかね。だから YouTube の再生回数とか、あとサウンドクラウドっていうのはよくあのいろんな方があの参加してます。サウンドクラウドどうしてなのかって言ったらね、実はこっち側のね1万3000回の方で計算するんですよ。だから一瞬でもいいから聞くと1回再生なんです。で、あとね、チャートがないんで、実はあのすごくね、あの、まあ、こんな言い方したら変なんでしょうけど、 YouTube もそうなんですけど、あの数の操作がしやすいんですね。ところがね、ミックスクラウドだけはね、これね、不正許さないぞということで、もうわざわざログインして、本当にだからその方のファンですね、サポーターになって最初から最後まで聞いたぞっていう人がやっと1回なんです。ですのでね、もう、まあ、これね、もうこんな話していいのかどうか分かりませんけど、日本でもね、あのトップクラス、もう皆さんが知ってる東京とかね、大阪のも有名 DJ、 その人たちでもね、この再生回数ね、500回いくかいかないかなんです。1000回でほとんどいませんね、再生回数1000回持ってる人だって。まあ、一部ね、もう誰でも、もう DJ じゃなくても知ってる室尾君とかね、あの古国とか、まあ、あの辺の人たち5000回とか1万回いきますけど、まあ、実はね、日本人の方でね、まあ、ほとんどがね、まあ、100回以下、例えば Facebook で200個いいねついてる人でも、あのミックスクラウドではその50回とかね、100回とか、じゃそんなもんなんですよ、本当に。で、今回だからね、もうね、800回とかね、それもたった1週間ですからね、信じられない数字なんです。で、実はね、その 今までの私のね、これね、ミックスクラウドをね、お見せします。例えば前回、皆さんのおかげで世界第2位、じゃあ第1位を2部門取ったこの DJ アキスラップルイス、あのショーンがね、あの名前をつけてくれた、これね、見えますかね、今現在1243回なんですよ。1243回、すごいと思いません？で、これ、まあ、ちょっとね違う話なんですけど、あの昨日ね、レディオ BSD の方から報告が入りましてね、何かというとね、あの今年のねベストミックス賞に選ばれたんです。すごいと思いません？あの今年のね、あの BSD のベストミックス賞で、実はあの年末にかけてね、バンバン再放送してるんですよ。で、これ昨日もね、いきなりね3回ほど放送があって、ほんでもうリアンドロがあの今から DJ するって言った時に、あの深夜のね、あの朝の3時だったんで、ちょっと勘弁してくれって言ったんですけど、あの、まあ、あのレディオ BSD の方がそんな感じですね。で、ね、このまあ、だからほとんどがね、これ見ていただけます、1500回1600回、あのこうなんですよ。で、まあ、もうちょっと古いものになるとね、2000回を突破していきます。で、どうかな、あパイクのなんかね、これね、ニューヨークで僕があのどういうの、あの放送した WFMU が1300回で、パイクの元々のやつが1600回ですから、これ合計するとね、本当はもう3000回いってるんですね。で、皆さんね、実はね、僕のミックスの中でこの辺からね、すごいんですよ。あのエレガンダンスオンフリークシリーズって、昔の、80年代のレア版ばっかり集めたね、強烈なやつ、最近はねモダンファンク中心にやってますけど、この80年代の、ね、レア版ばっかりのやつすごいんですよ。これ見ていただきます、2800回、パート2の方は3300回で、まあ、大体ね3000回近くは全部ね、あの言ってるんですよ。で、これね、もう自分でもびっくりするんですね。ね、あ、これ、あ、これね、私のね、83年のディスコマギーというね、まあ、ディスコがあったんですけど、もう大昔の話です。もう大昔。まあ、83年のライブのね、これね、4500回。すごいですね。ありがとうございます、美穂さん。聞いていただいてるんですね。もうね、あとね、一番実はね、人気があるのはこれなんです。DJ アキ、ブロンズサマーミックス。これがね、今現在ね、5200回。で、実はね、皆さんね、今からね、お見せしますけど、このね、ブロンズミックス、どれだけの人数が聞いたのか、見てもらいます、これ。37万人です。37万人の人が聞いてくれてるんですよ。で、これね、未だにね、どんどん増えていってるんですよ。で、まあ、ほんとね、これもね、皆さんのおかげかなっていう。で、まあ、あとね、例えば、人気があるというと、一番最初にね、私がミックスクラウドに上げたもの、この DJ 秋カバーミックス、
これね、90年代の R&B をやってるんですよ。私はもともと DJ、ディスコ DJ ですからね、あらゆるジャンルを網羅してます。でこれはね、R&B、90年代の、ね、R&B だけで、80年代の、ダンスクラシックスのカバーばっかりを集めて DJ ミックスしたんですね。でこれがだいたい3200回、で、ディスコ、マギ、大阪ミックス、これ5000回、だ古いものってだいたい3000回から5000回、で5000回オーバーのミックス私は5本持ってます。でまあこれもね、実はね、こんなこと言ったらね、自画自賛になるかも分かりませんけど、アメリカの超有名な、私ね、もう誰でも知ってる、みたいなね、そんな人から、実は日本人の DJ としては私だけフォローされてるんですよ。まあ彼なんかもね言ってましたけどね、ミックスクラウドの再生がすごいなお前みたいなね。で実はね、今日の最後のその本論なんですけど、多分ね、こうなんです。ミックスクラウドってね、どうなんだろうな、現場の DJ のやり方と全く違うんです。で何が違うのかというと、現場の DJ ってね、ミスしても構わないんですよ。もうノリで押し切れますから、もうミスしようが何しようが、とにかくお客さん乗せればいいんですね。でその一瞬で終わります。記録残りませんから。だから悪いって言うんじゃないんですよ。もちろんそれは真剣にやってる人たくさんいらっしゃいますから。ただね、そんな気を使わなくていいんです、ミックスには。もう要はノリで乗り切れるんですよ。ノリって簡単に言うとね、ライブですからノリでいけます。ところがね、アーティストで言うとミックスクラウドって何かっていうとね、レコーディングなんですよこれ。だからね、もう一部のミスも許されないんですよ。全く許されないんですよ。で多分ね、こうなんです。回数なんかもね、フォロワーさえとにかく集めれば、で一度はギリで聞いてくれます、ギリでね。ただね、私もね、いろんな人のミックスクラウドの回数を最初これ参加するときに研究したんですよ。で一番多いのは何かというと、最初の1日2日ぐらいはババババババッと回数増えます。ドドドドドッと増えます。なぜかと言ったら、皆さん1回は聞くんですよ。1回は聞きます。ところがね、日にちが経てば経つほど、これね、回数がね増えないんです。もうね、面白いことに、面白いほど増えないんですよ。全然増えないというか。でね、これどうしてなのかっていうことを考えると、簡単なんです。答えは、長く回数を聞けるミックスじゃないんです。簡単に言うと、例えば、レストランで考えましょう。新規オープンしたらとりあえず一度は行きません？オープンケーキってあるんですよ。ドドドドドーっとお客さん入って、で本当に実力はどうなのかって言ったらね、オープンしてから1ヶ月後2ヶ月後です。そして1年後、ずっと続いてるお店っていうのは本当に美味しいんです。リピーターになったっていうことですね。で結局ね、ミックスクラウドもそうなんですよ。でじゃあね、例えば DJ の要素で考えると、現場の DJ しか知らない皆さん、はそのこういう話をするんですよ。ミックスが上手い DJ がすごいとかね、選曲がいい DJ がすごいっていう。いやもちろんそうなんですけど、こんなことってね、よく考えてください。プロ DJ なら当たり前なんですよ。プロなら当たり前なんですよ。ところが今ね、もう素人の方がどんな店でも DJ やってますから、もうそのミックスが上手いと DJ なんですよ本当に。選曲がいいだけで DJ みたいなね。例えば調理師で言うと、包丁さばきが上手いって、いやそんなのもう当たり前なんですよ。当然も当然、処方も処方なんですね。それができなくてどうするのみたいな。例えば皆さんね、どうしましょう、こういうミックスクラウドで1時間のミックス聞いたんですけど、ミックスドタバタ、まともに繋がってるのが1曲もない。でそんなの1時間聞けます？多分ね、普通じゃね、聞けないと思うんですね。で例えば選曲でもそうです。現場 DJ の方がよくあるのがね、オールミックス全てリクエストみたいな。でそんなのね、ミックスクラウドでねやったらね、誰も聞きません。なぜかというと、そんなものって YouTube でこと足りるんです。わかりますかね、 YouTube。 自分が聞きたい曲なんて、そんな YouTube で聞けばいいんですよ、はっきり言っちゃうと。じゃあね、わざわざどうしてこういうね、ミックスクラウド聞くのかというと、絶対ね YouTube じゃ聞けない音じゃないとダメなんですよね。
でミックスがうまいとか選曲がいいってもこの当然です。最低限もうそれがなければ話なんない。だからそのもしね DJ をねやっぱりね志す、まあ、こう僕はねよく言うんです、 DJ 志す人にね、うまい DJ の条件って何だと思うってことね、必ずミックスがうまい選曲がいいって言うんですけど、そんなこと言ってちゃプロになれないよって。それは最低条件なんだからと。でそんなものってちゃっちゃと終わらさないとっていう、でそれプラスアルファがいるんですね。で私の場合はプラスアルファどこで考えたのかというと、要は音質にこだわったんです。ご理解いただけますかね。例えばね新曲っていう耳一回も聞いたことない曲を要するに聞くためには何が必要かというとね、ミックスの技術でもね選曲の技術でもないんですよ。まずはね音の良さなんです。例えば高音のハイハットがシャーンときてるとかね、低音がズドンときてるとかね、聞いててなんかよくわかんないですこの音綺麗とかね。だから結局要は言うと何なのかというと音質なんです。で1時間ねずっと悪い音質を聞けるかどうかというとね、普通の方も聞けません。もうねアナログミックスでそのミックスクラウドでも上げてる人いらっしゃいますけど、雑音だらけだったらね20分聞けないんですね。聞いててしんどい。だから雑音取りを励んだりとか音質を追求したと。でこういうことをねやっていきました。でこれはまあねどうの私の要するに専売特許として今やっていってるという感じですね。でこれをねご理解いただいているサポーターの皆さんに本当にね私心から感謝していきたいと思います。あそうですね、美穂さんありがとうございます。ゆうこさんもねまあ、これはねどういうんですよ、レコーディングのね要するにアーティストの LP というかねアルバムを考えていただいたらいいんですよ。結局やっぱり皆さんなぜ音質にこだわるのかというと、新曲だからこそ要するに良い音質だったら聴いてくれるんですね。でだからそことね一緒だと思います。だからまあね現場でやる DJ の方とやっぱりこのいわゆるミックスクラウドというか、まあこれも私はねもう21世紀型の今の新しい DJ スタイルだと思うんですよ。なんていうんですか、まあ、特にコロナなんかもありますし、もう現場で聞くような音ということよりもやっぱりこういう SNS を使うねものっていうのがもう本当に世の中主流になってきています。でそういうものを主流にさせていったときに DJ としての、このスキルとして大事なものは何なのかというね、でそこのところがこのいわゆるミックスクラウドなんかに集約されていくと思います。でまあ最後になりましたけども、たくさんの、あそうそう、あとねこれ見にくいかな、皆さんねこれ何かというとねインスタグラムなんですよ。私インスタグラムやっていて、これもね自分でしか見えないねデータをちょっとお見せしたくてねやったんですけど、実はねインスタグラムやっていくとね最初はねいいねの数にこだわるんですけど、実はいいねの数はどうでもいいんですよ、インスタグラムに関して言うと。で何かというとリーチっていうね、リーチって何かというとこれ実際に見た人の数なんですね。で現在私ね8600人のフォロワーを持っているんですけど、だいたいねリーチ数で言うと2000以上なんです。ご覧いただけますかね。でこれは一体何を使ってるのかというとね、私この数字を見ていきながらミックスのそのどういう曲が本当に受けてるんだろうっていうことをねこう調査してるんですね。で実はね意外な曲がねやっぱりね上位に入ったりするんですね。でねこれでもやっぱりね分かるのは何なのかというとね、音の良さなんです。音の良さです。音質が例えばすごくいい録音をしている曲だけどあまり良くない音楽と、まあ、こう極端な例ですけどね、むちゃくちゃ最高の曲だけど音質がもうボロボロみたいな、どっちの方が再生回数多いのかっていうのはもう絶対に前者なんです。音のいいものなんですね。だからねすごくねそういうことがね今回のね、今回じゃなしにいろんなことでどういうの自分の勉強になっています。これがやっぱり21世紀型の DJ の姿かなと思ってねやっています。で、最後になりましたけども、今月は皆さんのおかげで本当にねレディオ BSD の方ではクリスマススペシャルの担当になりました。そして新年明けましておめでとうを皆さんと一緒に祝える、これをねロサンゼルスの方で、まあだけどね無理しないでくださいね、絶対にねご無理するとね毎月これ私やっていますんで全然もうご無理はなしで
絶対吐いてください本当に、ね、皆さんでこれお祝いしたいと思います。で DJ を、まあ、大昔は現場の DJ でディスコ DJ というのをやっていました。だけどね、ほんと単なる現場 DJ なんですよ。言っても現場の DJ です。で、6年前に復帰して、ラジオ DJ から始めてたった3年でね、もうね本当にその年末と、クリスマスと新年のね番組を任されるまでになったのは私の実力か、いやこれね断じて違うと言います。私も努力はしましたよ、努力はしました、頑張りもしました。だけどね考えてください、人間ね、私は頑張っていますとか言う人たくさんいますけど、当然なんですよそんなもん。大人がね頑張っていますなんて胸を張ってどうすんのっていう僕は思います。そうじゃないんですよね。でここまでやっぱり来れたのはね、今日もあの聞いていただいてる皆さんのおかげです。で今回ね皆さんの元にはこのクーデンドギャングの CD が届いたと思います。でもしねまだね届いてらっしゃらない方、このミックスクラウドにね私新作をどん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 上げていきます。その時にねぜひねログインしてね、あのここにねいいねをね、どうして押してほしいのかというとね、いいねを押してくれた人は実はね、ここ見えるかな、お名前がね残るんですよここにちゃんとね、ここにね、はい、例えばこれねいろんなねもう出てきます、皆さんのお名前が、あこれ山田よしえさんですね、あとしえさんいらっしゃいましたね、おいみほさんいらっしゃいました、ゆきこさんもいらっしゃいましたね、ちいほさんいらっしゃいましたね、ひりこさんもいらっしゃいました。だからこういうふうにね名前がね出てきますんで、まご本名がねちょっとねあの上げにくいという方は、Facebook で使ってる映像とか Instagram で使ってる映像をここに載っけてくれたら、だいたいあこの方だなっていうことが分かりますので、その方の中からね、今まで作った、私のミックス CD、例えばこういうね山下達郎ミックス、そしてアースリングとファイヤーミックス、そしてシャーディーミックス、そして今回はクーデンドギャングミックス、これをね皆さんにまたね、まだお手元に届いていない方には、どんどん私あのプロモートして、今ね実はレディオ BSD とねプレシャスレディオの方からねもっと出してもいいんじゃないっていうことで、ね、交渉中なんですね。だからあのどんどん配っていきたいなと思っています。まあそういうことでね本当にねあの今年もねたくさんのいいねを今回も本当にもらってね、あの1位逃してっていうの全然思っていません。あのねもうね皆さんのこの一票一票、今回本当にこのね800回、もうすっごい誇りに思っています。もうね胸を張って世界第2位ね、嬉しいですよ。でそして3部門も第3位の中に入れさせていただきました。本当にありがとうございました。今回はね、皆さんのお礼に変えてこの放送をさせていただきました。また今月末クリスマススペシャルでブラジルサンパウロからお届けしますのでよろしくお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。 Thank you for everybody.